初めてデカです。お臨床用。ということで、花尾さんの過去のノート、結構やばいんですよね。結構やばいんですよね。ちょっと皆さん見てくださいよ。人に説明できるか、分かった罰できる。米式の高さ分かります？で、見てください。2012年2月24日 PM10 時25分我に勝利よということでね、自分を主人公に置きたがりっていうところがやっぱあるじゃないですか、花尾さんって。そうですね。ということで今回はここに書いてある言葉だけを言うしか喋れません、僕たち。喋れない。ここに書いてる言葉しか喋れません。だから今日はそれにあいつが気づくのかというモニタリングでございます。あいつが何か言ってきたら我に勝利よって言ったらしか僕たちは言えないっていう。メキトパセオウィズ我に勝利よ。さあ行くぞということでね、ドッキリの、ね、中の単語をしっかり、ね、っ練習するということをね、やっていきたいと思います。あの今回視聴者プレゼントとしてこのだんだん来なくなるのね、これだからめっちゃ使えるんですよ。お前第一安定になるなって言ったから、だんだん来なくなるの歌詞全部使えるんですよ。これによって自分がいかに生きてるかっていうのを分からせるのが今回目的なんで。あ、すげえ、めっちゃ初期や絶対これ。チャンネル登録お願いしますって書いてある。俺チャンネル登録お願いします、今日も見てくれてありがとう。これやば、これ絶対今やったら書かへんや。結構もうね、俺会話できる気してきた、このノートだけで。変わり者って YouTuber に向いてるから、鼻折ってこの時点からもうやっぱ片鱗見せてるんよね。あ、あ、で今日の電池入りました。あ、来た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 。この電子物理科学科なんですけど、僕と鼻折がいた学科、電物ってめっちゃ書きたがるっていう時期が、電物、電物、元憎みとか。愛がすごい、愛がすぎるんよね、電物。しかもちょっと電物の物から E に伸びてなんか電子みたいな。電子になったみたいなやつもやってるでしょ。やばいっす。え、やばい。え、これ何ガチポエムなんですけど。起きて学校に行って勉強してまた帰る、同じ日を何度も繰り返してるうちにように見えるけど昨日とは確かに違う。これやば。これやば。やば、これこれやば。ガチモン入りますね。ガチモンやで。え、情緒不安定すぎひん。周りを歩いてる人、今日書いた文字、今見てる空、同じようで同じ日は一日もない、そんな小さな違いを大切に感じられない、生きていくって書いてあるんで。これ、病んでるな。クライマックスも入ってますよ、これ。因子1日目ってノートなんですけど、1頑張る、2やる、3モンスター、4エナジーということで。まあ、あの、1、2、4は分かるやん、3のモンスターってのがちょっとどういう風に捉えるかって。平凡な日常、人に流されながら適当に生きていく、決められたレールの上をただ何も考えず歩む、周りが作った道からそれないようにしてるけど心のどこかでもっと俺を出したいと思ってるんじゃないか。え、だって書いてないよ。 YouTube には無限の世界がある、何をやったっていい。それいつですか。今自分のやりたいこと、伝えたいこと、いろんなストーリーで作ればいい。人はみんな YouTuber。 全てのユーチューバーは素晴らしい。誰だ？ユーチューバーになりたいって。すごいね。ということで、一旦インプット完了ということで、あの花尾帰ってくるの待ちます。ということで花尾さん帰ってきました。あれ、衣装じゃない。すいません、ありがとうございました。お疲れ様です。隣の人はどんな人やった？モンスター。びっくりした。エナジー。今日も一日撮影は続く、練習は進む、明日もまたみんなとカメラ回してる、きっと明日もまた動画が上がってく。人はみんな YouTuber、 平和の日常、自分で流されながら適当に生きていく、決められず寝るの上をただけど心のどこかでもっと俺を出したい。そう思ってるんじゃないか。我に勝利を。伝物、伝物、伝物、伝物。概要教えて、概要。クイズや。クイズない。これなんでしょうっていう。あの、伝物初代総長の言葉ドッキリ。いやー、じゃあ違いますね、全然。だって今の伝物総長の言葉じゃないから。やばいっすね。伝物総長。伝物に総長とかいたんだけど。伝物っていうの意味あるの？全部意味ある。今喋った言葉全部意味ある。起きて、学校に行って、勉強してまた帰る。
同じ日を何度も繰り返しているように見えるけど、昨日とは確かに違う。わかった、俺のカコツイドッキリ。YouTube には無限の世界がある。誰 YouTube 始める前のあの青かった鼻緒の痛いツイートドッキリ。ツイートじゃないよ、ツイートじゃない、ツイートじゃないっていうのもなんかこれヒントで与えてます。じゃあ次からスールアップのパターンを見ていこう。え、あーそれだいぶヒントだ今の。人に説明できるか、分かったではなくできる。めっちゃいいこと言ってるよ。めっちゃいいこと言ってない。そいつ俺好きやよ、俺この発信者好きや。まあでももう、もうほぼ答えやけど、もうほぼ9割ツイートじゃない、ないっていうのは、まあ、媒体が媒体や、電子媒体じゃない、紙媒体やん、まさか。花尾の書物に書き記されていた落書きの端読むドッキリ。まあいいんじゃないですか。まあいいんじゃないですか。ということで、花尾の過去のノートに書いてあったことだけしか喋れないドッキリでした。マジで。そんなん書いてたのね。そうやね、やばくない俺。因子1冊目、1頑張る、2やる、3モンスター、4エナジーか。モンスター、意味が分からない。あ、多分そういうポエム入ってる。はい、このポエム入る。ほら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 、ほんまや。何やろこれ、これやばいな。これはやばい、これはやばい。あ、もう首切りたい俺今。俺ちょっとお外走ってくるわ。